手相、魅力的な人にある本当に心の優しい人に出る手相5選。今回は本当に心の優しい、そんな魅力あふれる人に出る手相を5つシェアしていきたいと思います。お金も健康ももちろん大切な要素ですが、素敵な人間関係も豊かな人生には欠かせません。他人に対して優しいこれらの手相の持ち主は、周りから慕われ楽しい人生を送れることでしょう。1、金星宮方面に曲がる環状線。手相の基本線の一つ、環状線の先端に着目します。この線の先端が図のように親指下の膨らみ、金星宮方向に曲がっている方が稀にいます。その人の優しさや愛情深さを示す代表的な層の一つです。ちなみに環状線は変化の激しい線としても知られます。よく年齢を重ねると丸くなるなんて言葉を聞くことがありますが、年齢を重ねるごとにだんだんと他人に対する感謝の思いや気持ちが芽生え、先端が角のように垂れ下がってくるという方もいます。2、金星宮に細かな格子状の線。親指下の膨らみ、金星宮に細かな格子状の線が出ている方は、非常に愛情深く家族や仲間を大切にします。シンプルにとても優しい方でしょう。平和で円満な素敵な家庭を築く人も多くいらっしゃいます。ちなみに金星宮に格子状の線がないという方は、他人に対してはクールです。あまり興味がないので冷たい人と思われてしまうことも時にはあるでしょう。3、体に比べて大きい手。手相ではシワや線だけでなく、手そのもの自体の形や大きさも合わせてチェックしていきます。体に比べて大きい手をお持ちの方は、非常に感受性が豊かで繊細な方です。周りの人の小さな変化や仕草に気がつき、優しい心配りができるような方でしょう。また真面目で慎重な性格です。大胆なことはなかなかできませんが、常識的で周りとの調和を重んじるタイプです。集団の中に一人はいてほしい存在です。なお、成人男性の平均身長はおよそ172センチ、成人女性の平均身長は158センチほどです。またあるデータによれば、成人男性の平均の手の大きさはおよそ 18.5 センチ、成人女性の平均の手の大きさはおよそ17センチほどとされています。例えば、平均より身長が小さいのにもかかわらず、平均より手自体が大きかったり、そんな方は体に比べて大きい手の人に該当すると言えるでしょう。4、金星体。金星体とは、中指と薬指を囲うように出る半円状の線ですが、この線の持ち主は非常に感受性が強く繊細な五感を持っています。相手の心情を汲み取るのがとても得意で、相手の考えていることが分かってしまうのです。ですから他人に対して非常に敏感で細やかな気配りができ、優しい人だと言えます。なお、芸術面におけるセンスに長け、見た目も中身も魅力的な人に多いと言います。また異性に対する関心も人一倍強いのが特徴です。5、指紋型。手相の世界では指紋も一緒に見ることがあります。指紋については主に親指を見ていきます。親指がその人の前面に出る特徴、そして人差し指は潜在的な特徴だと考えられています。優しい性格の持ち主に出るのは指紋型と呼ばれる指紋です。図のように年輪のように円形が重なったものですが、心の温かい平和主義の人の代表的なものです。仲間内でギクシャク仕掛けた時も、あなたがいると場が和みます。ある意味マスコットキャラのような存在です。いかがでしたでしょうか。本当に心の優しい人に出る手相ありましたか。今恋人やパートナーが近くにいらっしゃるという方は、ぜひちらっと手相を覗いてみてくださいね。もし今回紹介した手相がその人の手にあれば、きっと素敵な家庭を将来築けることでしょう。
このチャンネルでは手相や運気のことを中心に皆様に幸運を届ける気持ちで投稿しています。もしよかったら高評価ボタンおよびチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。